ヒロさん、TikTok って知ってますよ。聞いたことありますよね。うん、今度やらないですか、TikTok。なんかいいことあるの、なんか。いや、俺もやったことないですよ。電話番号いくつですか？あ、言わないでください。いや、お、あ、言わないでください。言わないでください。知ってるはずでしょ？はい、はい、はい。真っ先に教えたはずだけど。ちょっと一回かけてみますね、じゃあ。まだ合ってるのかな。あ、これ、マサ斎藤さんかもしれない。いや、マサさんはもう、ね。マサさんかけたら絶対、あの人が出ますよね。奥さん？ああ、ミチさんが出てね。ヒロ斎藤さん。元新日本って書いてますよね、あれね。あ、元新日本ってでしょ。アリストトリストまたは、なんですかこれ、アリストトリスト。なんで長文じゃないですか。留守番電話に接続します。そういけるな、前ではいいかなと思って。メッセージを録音してください。録音を終了するには、メッセージを確認、変更するには、シャープを押してください。長文です。それだけ？はい。これ、ヒロさん、このメッセージって使い方わかりますか？メッセージは聞いたりするよ。あ、しますよ。うん。え、できましたっけ、ヒロさん。いや、あ、ほんとでやってるわ。聞くぐらいは。今送りましたよ。ああ。あ、そうか、ヒロさん、あれ、こないだ誰がガラケーだったんですよね。誰かね。俺もスマホにして、テンジャンじゃないですよね。テンジャンではない。誰かね、まだガラケーだったフレスラー。あ、山田じゃない？ライガー？うん。ライガー？ライガー、マジで。ライガーガラケー？まだ行かない。昨日かな、なんか電話行ってる時にガラケーだった。へぇー。